本日司会進行を務めさせていただきます中村よし子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さてここで講師のたまちゃん先生児玉ひろしさんのプロフィールをご紹介させていただきます。児玉ひろし先生、1971年宮崎県生まれ。高校大学時代に出会った二人の恩師に多大な影響を受け、この先生に出会えて本当に良かったと心から思ってもらえる教師を目指されます。高校時代に落ちこぼれた経験を生かし、すさんだ心の生徒を次々と立ち直らせ、ヤンキー構成のプロとの異名を持ち、 Facebook では現職時に地方公務員教員において日本一の読者数を誇り、筆文字メッセージ心が元気になる言葉集をはじめ、多くの写真やエッセイは日本をもとより世界中の読者に支持され、読む人の心に感動と生きる希望の火を灯し続けていらっしゃいます。宮崎県教育委員会指導主事、大淀川学習館副館長を経て2014年に退職、自由業へ転身、2016年4月から大分県国東市にてたまちゃんファームを設立、土と共に生きる生活を実践していらっしゃいます。それでは早速ステージにお迎えいたしましょう。皆様盛大な拍手でお迎えください。じゃあ改めましてこんばんは。たまちゃんって言います。どうぞよろしくお願いします。どんなやつが出てくるんやろうなって楽しみにね、皆さんしておられて、なんかちょっとあっけに取られてる方の半分ぐらいいらっしゃって、あいつ講師かみたいなね、さっきあそこの椅子に座ってたぞみたいなね、あいつだったのかみたいな、私がたまちゃんです。1回出会ったらお友達、2回目出会ったら親友です、3回会ったら身内ですわ。ですんでね、皆さんとは多分ね、昔から朝からのご縁があったんじゃないかなと思います。だから気軽にね、たまちゃんって呼んでいただいて全然大丈夫です。昔からの友達ですから、だいたいそんな人しか来ませんですよね。だいたいお金と時間を使ってね、こんなおかしい親父の話を聞きに来るなんてね、あなた方の身内が来たらちょっと心配しますわな。新しい宗教に入ったのみたいなね。今日は主催のおんちゃんからね、幸せについてたまちゃん語ってもらえませんかみたいなオファーを受けたんですよ。幸せについて語るってどういうことよみたいなね、詳しくは全部たまちゃんに任せますみたいなこと言ってね、今日手のいい丸投げじゃねえかみたいな、たまちゃんを見てると分かると思いますが、あいつ全然不幸そうじゃねえなみたいなね、あいつだってあんな格好をして、あいつまさかと思うけど四六時中あんな格好して歩いてんじゃねえだろうなみたいなことを思う人がいるんですけど、その通りです。はい、朝から晩まで、違いますね。今家は大分県国東市に、構えてる、さっき紹介に預かりましたけど、たまちゃんファームという農園を今やってます。ほんでそこ田舎なんですわ。ほんでちょっと前になんか平成の大合併っていうのがあったじゃないですか。ほんで広大に合併したんですよ。広大に合併して、もう国東半島中、九州のね、ちょっと上の方にコブみたいな、コブ取り爺さんのコブみたいなところがあるんですけど、そこの半分ぐらいが大分県国東市っていうところで、そんな広大な土地にもかかわらず人口が3万人いないっていうね、だからもう本当に田舎に土がつくみたいな感じのとこなんですけど、私すごく気に入ってましてね、それぐらい田舎なもんですから、私着るものも全然頓着がなくなりましたね。最近T シャツにパンツ一丁で出て全然大丈夫。この間間違えてそれでスーパーに行ってひどい目に遭いましたわ。はい、そんな生活を送ってます。ほで、今日からじゃねえ今からたまちゃんがお話ししますけど、こんなおかしい話を聞きに来る皆さんのことですから、多分ねまともではないと思うんですけど、たまちゃんの言うことはね、ちょっと頭のおかしいやつがなんかざれ言たわ言を言ってるみたいな感じで聞いてくれるぐらいがちょうどいいです。メモ取ろうとかいう人がいるんですよ、中にはね。いりませんから、そんなメモじゃ見ませんから、そんなメモ取ったところでね。で何ですか、ちょっとこいついいこと言うなみたいな
2つ3つぐらいもしあったら万々歳で、まあ1個もなかったらね、主催者を代わりにビンタして帰ってくださいね。あえて何読んどんねんみたいな。ほんでたまちゃんに幸せについて語ってくれってさっきオファーがあったんですけど、ちょっといきなりテストしていいですか。いきなり皆さんにテストして、私の元職教師なんですよ。で中学校の理科の教師が振り出しなんです、私。ほんでまあ教師といったらテストじゃないですかね。ほんで皆さんテストで聞いたらドキッとしますよね。なんでですかねあれね。別にこれに問題に間違えたら死ぬとかいう問題じゃないのに。テストしていいですか。まあテストって大げさだな。ちょっと質問させてもらっていいですか。もうおんちゃんがね、最初にたまちゃんもぜひ質問して、ぜひ質問してっていう、この質問してって言ったんですよ。だから私はね、その質問とは全然関係ない質問させていただきますけどちょっと皆さん目つぶってもらっていいですか。大丈夫です、ひげはかきません、大丈夫です。目つぶってください。ほんで今からたまちゃんが言う質問、直感で答えてもらっていいですか。まあ、答えるって別に当てません、頭の中で思ってもらえば大丈夫です。大丈夫ですか。あ、難しい問題出しません。いいですか。じゃあいきます。問題です。問題です。質問です。皆さんの人生にもしも点数をつけるとしたなら何点ですか。皆さんの人生にもしも点数をつけるとしたなら何点ですか。はい、目を開けてもらっていいですか。まあ本当は一人ずつ聞いていきたいところなんですけどね、たまちゃんは教員の時代の前は生徒でした、ね、当たり前ですけどですよね。その生徒の時に先生から当てられるのが死ぬほど嫌だったんですよね。ふざけんな、まだ答えも準備できてるのに何当てるんじゃ勝手にとか言ってね。だから出席番号で何番とかいう、よく昔そんな当て方してませんでした。今日は何月何日出席ね、例えば1月15日出席番号15番やったらまだ話分かりますけど、1月15日で突然1と15足して16番とかね、それが私だったらドキーってしますよね。皆さんは皆さんの人生に一体何点つけたでしょうね。たまちゃんが今からお伝えしたいのはそういうことです。そうですね、聞かないことには始まらないんで、まあしょうがないんで、あそこで写真を撮ってなんかね、自分の仕事終わったみたいなことを考えてる親父が一人いるんで、ちょっとその親父に聞いてみましょうかね。おんちゃん、おんちゃんはさ、あなたの人生に何点つけたんよ。うん、85点。え、なんであなた85点つけたの。85点って高いの低いの。まあまあ、まあまあ、なんでまた85点でつけたんよ。ちょっと今頑張りだした。じゃあ何、頑張ってない時期が長かったの。ああ、最近頑張りだして85点って。え、なんで85点なの。頑張りだしたんだったらもっと点数つけていいんちゃうの。あ、まだまだその何、自分がやりたいことがあって、でもそれがなかなかできずにいる自分がいるっちゅうこと。うん、ああ、はい、はい、ああ、はいはい、ありがとうございます。すいませんね、本当はね、みんなに答えていただきたいんですけど、まあ、代表でおんちゃんに答えていただきましたけど、皆さん何点つけましたか。ここからね、たまちゃんがちょっとおかしい話させていただきますけど、いいですかね。まさかと10点以下の人いました。10点以下。いやいや、この間あなた講演会でやったマイナス1点とかいう人がいたんですよね。生まれ、私の講演会で初めてマイナス点つけたやつが出てきたと思ってね。さすがにそういう人はいなかった。ああ、じゃあ30点以下だった人って結構いますか。いや、うなずくぐらいでいいですよ。手挙げなくていいです。じゃあ50点、うん、70点ぐらい、90点。あ、やっぱ何人かいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。ね、皆さんが人生を考えるときにね、全く気がつかないんですけれども、うん、ガチガチに縛られて、自分ではもう全く気
気づかないのに縛られている、囚われている思いがあります。皆さんが人生に点数をつけるときに、なぜ減点しながら点数をつけていくんですかね。皆さんが自分の人生に点数をつけていくとき、こういうふうに点数つけませんでした？まあ満点が100点やったとしたなら、まああれはできてる、まあこれもできてる、でもこれがまだまだできとらんな、これはまだまだ不十分やな、これももうちょっと頑張らなあかんな、まあこのもうちょっと頑張らなあかんのがまあマイナス10点ね、これもやりたい、これがやりたい、まあマイナス5点みたいな感じでね、自分をどん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 減点して、その結果点数がつきませんでしたかね。なんで皆さんの人生が100点満点なんですかね。誰が決めたんですか。あなた方の人生は100点満点なんですか。100点って誰が決めたんですかね。ですよね。皆さんの人生は100点満点じゃないですよ。たくさんの人がこの全く思ってもないしがらみにとらわれて苦しむんですよ。皆さんの人生は100点じゃないですよ。多分点数はつけられないんじゃないですかね。なぜなら人生は点数をプラスしてプラスしてやっていく方式ですから、まあ専門で言えばそれを加点法と言います。人生は加点法ですよ。これができた何点プラス、これもできた何点プラス、これ頑張った何点プラスって、その結果今皆さんはおそらく数億点ぐらいになってるんじゃないですかね。なのになぜまだできない自分にフォーカスするんですか。なぜできている自分を見つめないんですかね。タマちゃんはそういうことを子供たちに教えていきました。タマちゃんが出会った子供たちっていうのは、自分のことを認めることができない、自分で自分のことを素敵だと思えない子たちだったんです。まあなぜそんな子たちと出会ったかっていうとね、私がそういう子供時代を過ごしてきたからです。まあこんな格好してるので分かると思いますが、まともな教員じゃなかったんですよ、はっきり言って。はい、本当です。もうね、いつも校長に呼ばれてね、本当毎日怒られてるような、だからここら辺に校長先生上がりの方が何人かいらっしゃってね、もうねもうドキドキしてるんですけど、まあ、いつも校長室に呼ばれてね、いつも説教を食らうような、そんなまあ教員になってまで説教を食らったのは多分私ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、しかも一番ひどかったのは子供と一緒にね校長室で正座させられて3時間ぐらい説教を食らったのが一番私の中では一番の汚点ですね、はい。まあその二人はヤンキーなんですけどね、ヤンキーと一緒に帰りの会で遊んでたらガラス割ったっちゅうね、お前がついていながらなんでガラスが割れるんだみたいなね、実はガラス割ったのは私ですみたいなね、はい、本当にひどい目にあったんですよ。何の話ですかね。まあ自分で自分を認めることのできない子供たちと出会ってきてね、ああそうか、この子たちは自分の人生からどん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 点数を引いて、その結果ね、もう点数がなくなった子たちなんだと思ったんですよ。それを心理学では自己肯定感って言います。自分で自分のことをイエスと言える人、ね、それを育てるのが教育なんですよ。もちろんそれを育てるのが親っていう仕事ですね。ところが親である皆さん自身、まあ皆さんはちょっとおかしいのでは、まあ、当てはまるかどうか分かりませんけどね、子供たちを預かっている教師自身が自分で自分のことをイエスと言えずに苦しんでいるんですね。皆さんがもしあんま人生うまくいってねえな、もっと幸せになれるんじゃねえかなって思ってたとしたなら、皆さんは自分の人生から点数をどん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 引いているっていうことですですよね。あれが足りないから、これがもっと、努力がね、もっと努力した方がいいからとかね、もっと自分の思いを出した方がいいとかね、そんなことばっかり、自分に聞かせるわけです。あたかも悪いのが自分自身のように自分をね、なんつったら洗脳していくんですよ。だからね、たまちゃんが、まあ、この講演会で言いたいのはね、そういうことやめたらどうですかっていうことが言いたいんです。先に結論を言っとかんとね、タマちゃん忘れるんですよ。あ、で忘れるんでね、もう今結論言ったので帰って大丈夫です。後からもうどうでもいい話ですんで、私全国、まあ、北は北海道から南は沖縄まで年間200日以上は家に帰らないような生活を送ってます。まあそのほとんどがね、こういう講演会、主催してもらったり、まあこんな格好してますんで分かる通り私書家ですんで、まあね、筆文字を、まあ、教えたりそんなことしながら人生を楽しく過ごさせてもらってるんですけど、結構ね私
普段の講演会では質問なんか全然しないんですけど、たまに教育講演会という名がつく講演会させてもらう時があって、その時には質問してるんですよ。で、その質問してる CD をおんちゃんが聞いて、この質問をみんなにしてって言ったんですよ。なんでね、まあ質問するしかないですか、やっぱり。あ、わかりました、はいはい。あ、大丈夫です、引っ掛けじゃありませんからな、あいつまたなんか引っ掛けるんじゃんか、今度は引っ掛からんぞみたいな、ね、今度は俺の人生は数億点じゃんみたいな、そんな関係ありませんから今度は。はい、二つ質問させてください、はい、あ、今の自分の心に正直にでですよ。よくいるんですよ、私が質問した瞬間に顔を動かさないのに目だけ動く人がいるんです、こうやって。で、周りが上げてるとあかんがなみたいなことあげる人がいるんですけど、そんな必要ありませんから、はい、あげても当てません。で、名前も知りませんから皆さん。なんでね、今の自分に素直に聞いてもらえばいいんですけれども、2つ質問があって、1つ目です。ズバリ聞きますよ、今皆さんは心の底から幸せですか。はい、心の底から幸せっていう人は遠慮なく手を挙げてください。遠慮なくて、こういう風なのは遠慮してるんですよ。遠慮なくってさ、こうですわ、もうはっきり言いますけど、はい、遠慮なく手を挙げてください。はい、はいはい、頭がおかしい人がいっぱいいますね、はい、はい、ありがとうございます。2つ目の質問です。今の自分めっちゃ素敵っていう人、手を挙げてもらっていいですか。もう今の自分たまらん素敵やわって、なんならステージに出てきて自慢したいぐらいやわみたいな人いますか。はい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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、やっぱおかしい人がいっぱいいますね、のんちゃんいっぱいいますね。はいね、あのね、私全国でこういう質問するんですけど、2つ目の質問ほとんど手挙がりませんよ。いやいや大丈夫、あなた方がおかしいって言ってるんじゃないんですよ。はい、なんででしょうね、今の2つの質問に共通点があるんです。1つ目の質問は、今あなたは心の底から幸せですかっていう質問でした。2つ目は、今のあなためっちゃ素敵ですかっていう質問だったんです。はい、共通点があるんです。どちらの問題も決める人が一緒なんです。それを決める人が同じです。もうお分かりですよね、自分が心の底から幸せかどうかを決めるのも、自分が今めっちゃ素敵かどうかを決めるのも、自分しかいないんですよ、ね、誰が決めるんですかね。例えば心の底から幸せだと思う人、手挙げてくださいっつってね、まあちょっと頭のおかしい人が結構勢いよく手挙げたでしょうが、ね、この人たちはいいんです、もうほったらかしといても多分幸せです、この人らはね、多分お花畑に手ちょうちょとか捕まえてる人たちですよ、この人らは何の問題もない、はい、だから私はほったらかしときますけど、その周りの人です、問題は周りの人、手を挙げなかった人が問題です、はい、なぜ挙げなかった、いやもっと言えばなぜ挙げることができなかったのか、ね、いや葛藤があったはずですよね、こんなところで挙げていいんやろうかって、後でなんか後ろからなんかビデオかなんか出る、撮影されてて後で身内にバラされるんちゃうやろかみたいなね、いやいや友達と一緒に来てるから、友達横にいるのに私手挙げたらなんか超恥ずかしいわ、後で絶対お茶飲んでる時になんか言われるわみたいなね、そんなことを思ったりしませんでしたかね。誰が決めるんですかね、自分が幸せかどうかをね、自分だけでしょ。だからあなたが幸せだと思ったら自信持って手挙げなさいよ、ただそれだけです。いやいや、2つ目の質問はもっとハードル高いですよね、ハードル高いでしょ。まさか、でも今手挙げた人ね、本当名前メモしとけよかったなと思ったんですけど、よう挙げますよねあれね、ですよね、よあなたよく挙げますわな、私も挙げることができなかったのにね。え、でも自分が素敵かどうかを決めるのになぜ人の判断が必要なんですかね。何か誰も受からないような難しい試験にチャレンジして合格したらなんか素敵な人って認定されるんですかね。え、何かの厳しい勉強に行って合宿かなんかをね乗り越えて修了証もらったら
なんか素敵な人になるんですか？ですよね。それともなんかインターナショナルなんか英語かなんかにチャレンジしてペラペラ喋れたら素敵になるんですか？それかもしくはね、なんか自分をこう外見を磨いて磨いてめっちゃ可愛いめっちゃかっこいい人になったらなんか素敵になるんですか？自分が素敵かどうかを決めるのに理由も根拠も何一つないんですよ。自分が素敵かどうか決める、ただそれだけなんです。だからタマちゃん見てごらんなさいよ。自分で自分のことを最高だと思っていますんで、パンツ一丁で平気で歩けるわけですよね。平気で歩いて、この間おまわりさんに会いましたけど、こんにちはって言っておまわりさんは何事もなかったかのように過ぎていきましたからね。あいつまたうろついてるわみたいな、パンツ一丁でみたいな。でもこれがなんかね、ビク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 してるといらんところからちょっかいが入りますからね。私こんな格好であなた羽田空港とか、まあ、毎週これで参上してますけど、誰も何も言いませんよこれ。はい、本当ですよ。それどころかこれ着ていくと、あ、タマちゃんだってみんな分かってくれるんですよね。だから特別扱いがそこから始まります。本当です。客室乗務員の方もみんなこの格好で行くと、あ、またあのおかしいのが来たっていう満面の笑みで私を迎えてくれましたね。あいつはこの飴が大好きやったってね、黒砂糖の飴があるんですよ。それ超大好きなんで必ず3つぐらいくれるんですよ。どうぞっつって、ありがとうございます。他の人1個なのにありがとうみたいなね。これで毛布とかももらえる。で私がね結構羽目を外しても全然、私一番後ろの席座ってて決めてますんで、結構何やっても多めに、何の話ですかねこれね。なぜ自分の人生を自分で決めることができないのか、なぜ皆さんは人の顔色を伺いながら自分の人生を組み立っていくのか、不思議だと思いませんか。ですよね。それを、まあ、もしこの中でね、お子さんがいらっしゃる方がもしおられたとしたなら、その思いだけはお子さんに引き継いでもらいたくないって思いませんか。ですよね。お前だけはね、お前だけは人の目を気にせずに自分らしく堂々と生きていけよみたいな、そんなこと思いませんか。私たちって知らないうちに小さい頃からね、いろんな洗脳をされてますよ。はい。その最たるものが、自分はひょっとしたらダメなのかもしれない、いやもっと言えば自分なんか生まれてきたことに何か意味があったんだろうかって、勘違いすることですよね。皆さんが子供時代、まあ私が皆さんの子供時代見たわけではないので分かりませんけど、皆さんが子供時代に、ひょっとしたら、自分の親御さん、まあ、お父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんからね、褒めてもらおう認めてもらおうって必死に頑張った経験ありませんかね。ね、私たちって知らないうちに誰かから褒められて、自分を満たすっていう癖を身につけます。それが小さい頃、そうですね、3歳ぐらいから急に始まります。よく振り返ってみてごらんなさいよ。自分の人生3歳ぐらいまでは皆さんもう無敵です。スーパーマンです。でしょ、できないことなんか何一つなかったでしょ。やりたい放題やってませんでした、3歳ぐらいまで。ね、たまちゃんの頃は、まあ皆さんは人生のずっと先輩ですんでね、まあおこがましいんですけど、私、まあこう見えてかなり若いんで、後で値段、ね、値段じゃねえ、人生、年齢聞いたらびっくりすると思いますけどね。たまちゃんが子供の頃はね、超合金ロボットみたいなのがめっちゃ流行ったんですわ。まああとね、ここにベルトがあって、このベルトが扇風機みたいなのが回って通って飛ぶとね、なんかバッタに変身するみたいな、あんなのが流行った時代でね、私その超合金のロボットをブン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 こうやって遊んでたんですけどね、いや私はもうこの超合金のロボットに乗ってるんですよ、もうこうやってやっていながらね。あるいはそのベルトを巻いてね、こうやってなんかスイッチ入れて通って飛んだら、もうその瞬間に仮面ライダーになってるんです、自分がね。できないことなんか何一つなかったんです、あの頃ね。だから高いところから飛び降りてね、ひどい目に遭いましたわな。ね、必ず1度や2度せって泣くんですよ。ね。タマちゃんが一番ひどかったのはね、鉄棒ってあるじゃないですか。私幼稚園生の時にね、なぜか知らないけど、その学校、幼稚園で鉄棒がめっちゃ流行ったんですよ。絶対先生が仕掛けてるとしか思えないんですけど、鉄棒がめっちゃ流行りましてね。ほんでみんな昼休みになったら、わーって鉄棒に行くんですよ。私、出遅れまして。ほんと出遅れたらね、その私が回るところがどこにもないんですよ。ほんでどこにもないんで、どいてくれよっつってもどいてくれないんです、またこれが。ところが私ね、頭がいいんで発見したんですよ。誰も遊んでないところを発見したんですよ。天才やって私思いましたよね。
みんなこのバーがこう横になってるとこでしか遊んでないんですよ。このバーが T 字になってるところで誰も遊んでないんですよ。やった、空いてると思って、私そこでね思い切ってね前回りしたらね、その後ね星が5000個ぐらいまた瞬きました。カーンって当たってね、まあ、それぐらいね、なんちゅうのこう何もできないものはないみたいな、そんな少年時代を送ってきたんです。皆さんもそうでしょう。ところが3歳ぐらいに人生の曲がり角がやってくるんですよ。3歳ぐらいですよ、本当ですよ。3歳ぐらいにもういい年になったんだから一人で何でもやりましょうねっていう時期が始まるんですよ、ね、まだ甘えたいっちょに、こっちは、ね、まだ甘えさせてくれ、もう大人になっても甘えさせてくれと思ってるのに、なんでパジャマを一人で着なきゃいけないんだって、ね、なんでご飯も一人で食べなきゃいけないんだって、ね、なんでお風呂早く入らなきゃいけないんだみたいなね、なんで朝一人で起きなきゃいけないんだって、なんでトイレ夜中一人で行くの怖いよみたいなね、そんなことをねどん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 親は要求していくわけです。そしてそれができたら偉い子になるんです。でそれができなかったらダメな子って見られるんじゃないかっていう不安に駆られるわけです。そしてねみんなけなげですよ。私あの中学校の教員だったんで、中学校でまあいわゆるヤンキーと呼ばれる連中を相手に私クラス受け持ってたんですけど、ね、その頃はみんな共通点がありましてね、みんなダメだった子たちだったんですよ。親に認めてもらおうって必死で必死で頑張って頑張ってどうやってもダメっていう子たちが私の元に集まってきてたんです。皆さんの人生でそんな経験はないでしょうかね、うん、あの時一生懸命頑張ったのに誰からも褒めてもらえなかったね、あの時結果だけで怒られたとか、そういう経験ありませんか。皆さんがなんでここの会に集まられたのかなってたまちゃんは思うんですけどね、あ電話鳴っても全然大丈夫、出ても大丈夫です、はい、みんなねその内容何かとも聞きますんでね、幸せってなんだろうなって皆さん思ったことありませんか。私は何度もあります。何が幸せなんだろうなって、私は人生の中で幸せほど自分の人生から程遠いものはないんだって思って過ごしてきましたんでね、皆さんが幸せって何やろうなって多分考えたことがあるからここに来てるんだと思うんですけど、私若い頃に幸せっていう何か、得難い価値があって、でそれはなんか人類共通でみんな同じなんか宝物みたいな、ね、それを手に入れさえすれば、ね、自分はもうずっと幸せでいられるみたいな、そんなことを思いながらその幸せ探しずっと自分の人生使ってたんですけれども、そんな時にね私一つの言葉と出会ったんです。その言葉がね私の人生を大きく変えたんですけど、まあメモしなくていいです全然おなんか来たみたいなことを思ってメモする人がいる、いらないいらないです全然。ともちゃんは自分が幸せ探しをしてる時にこんな言葉と出会ったんです。四つ葉のクローバーってご存知ですか。四つ葉のクローバーってご存知ですよね。皆さん探した経験終わりでしょ。ですよね。私も子供の頃にたくさん探しました。ところが、まあ、私理科の先生だから言うんじゃないですけど、あれ自然界で発生する確率、普通はクローバーって三つ葉なんです。でも突然変異で四つ葉になる時があるんです。その突然変異の確率ってどれぐらいか知ってます。10万分の1以下です。自然界で10万分の1以下なんですよ。すごい確率ですよね。要はそんなのが子供時代に見つかったと思いませんか、はっきり言って。ですよね。相当ラッキーじゃねえかみたいな、今思えばね。でも私らの子供心に四つ葉のクローバー一生懸命探した経験皆さん終わりでしょ。でもそんな時に私こんな言葉と出会ってるんです。四つ葉のクローバーを探すために三つ葉のクローバーを踏みにじってはいけない。幸せとはそういうふうに探すものじゃないっていう言葉と出会ったんです。皆さん四つ葉のクローバーの花言葉っておそらく覚えておいででしょう。四つ葉のクローバーの花言葉は幸運です、ラッキーなんです。そりゃそうですよね。だって10万本に1本ですから、あなた見つかったらラッキーでしょ。だからそればっかり探して子供の頃私は遊んでいた。いや大人になっても人生の四つ葉のクローバーを探し探してあてもなく歩いてたような気がします。ところが私ね理科の先生でありながら
三つ葉のクローバーの花言葉を知らなかったんですよ。皆さんは三つ葉のクローバーの花言葉って何かご存知ですか？その前に三つ葉のクローバーに花言葉があったんだということに私びっくりしましたわ。三つ葉のクローバーにも花言葉があったんだと思ってね。三つ葉のクローバーの花言葉は幸福です、幸せ、ハピネスだったんです。私たちはほんのちょっとしかない幸運を探すために、目の前にたくさんあるはずの幸せを踏みにじって踏みにじって人生を過ごしているんだって、その言葉から教わったような気がしました。でもそんなことってありませんかね。ね、幸せなんて私たちの目の前に、いやもっと言えば私たちの周り中に溢れている。でもそれを私たちは気づくことができないですよね。幸せの最たるものが空気じゃないですか、だと思いませんか。いや、もし幸せが空気っていうのがとても思えないっていう人は、5分間息を止めてください。絶対に幸せだと思いますから、おそらく1分後ぐらいですよね。でも普段私たちは空気が幸せだなんて絶対に思いませんわ。絶対思わない。例えば皆さん、水が幸せだと思いますかね。思わない、絶対に。でもあなた、水がなかったら私たちは数日の命も紡ぐことはできないですよ。ですよね。もっと言えば皆さんは今日ここに来る前にお腹が空いて、講演会の最中にグーってお腹が鳴ったらかなわんから、なんかちょっと食べてこようと思いましたよね。私も食べてきましたけど、私5時ぐらいにね、お腹空いたと思ってすき家に行ったんですわ。でスキヤに行ってね、ちょっと調子に乗って特盛りを頼んでこっちに来たらね、あ、タマちゃんお腹が空いたやろ、ご飯とか言ってね、ご飯が出てきたんですよ。待ってましたみたいなね、はい、私はそれぐらい美味しくいただく人間なんですけど、皆さんそのご飯を食べるときに幸せだと思いながら食べたことありますか？ないですよね、ほとんどない。いや、それどころかいただきますごちそうさまを言う機会にもなかなか恵まれないかもしれない。まあ皆さんはね言ってると思いますけどね。でもその食べ物がなかったなら皆さんは命を紡ぐことなんてできません。いや、もっと言えばそのご飯誰が用意してくれたんですかね。皆さんが、あ、たまにそういうことを言うとこうやって反論してくる人がいるんですよ。いやいや、俺のお金で買いましたっていう人がいるんですよ。本当ですよ。皆さんそういう種族の人間じゃないから笑いますけど、本当にいるんですから。俺が働いて俺が稼いだお金で俺が何を食べても自由じゃねえかっていう人が世の中にいっぱいいるんですよ。でも皆さんが普段食べている食事を本当に皆さんの力で用意できてるんですかね。お金は払ったかもしれませんけど、じゃあ皆さんはそのお米を誰が育てたか分かるんですかね。そのお肉を誰が取ってきたか、そのお野菜を誰が育ててくれたのか。いやいや、もっと言えばそれらを全部自分の手の届く範囲で、集めて料理して持ってきてくれた人のことを覚えてますかね。あるいは見たことがありますかね。ないですよ。今皆さんが着てる服もそうです。誰が作ってくれたんですかね。皆さんが、普段寝ている布団も、いや、もっと言えばお家もそうです。誰がそれを作ってくれたのか。もっと言えばここに来るまでにおそらく自転車や車で来てると思いますけど、その自転車や車、もっと言えば道路、この施設、誰が作ったのかなんて誰にもわからないんですよ。誰にもわからない。もっと言えばそうですよね、私たちの命は誰によって生かされてるのかなって誰にもわかりませんね。あたかも自分の命は自分で生きてる、自分の人生は自分で切り開いてるって私たちは勘違いをしてしまいますけど、何一つ自分の命は自分で紡いでいませんし、何一つ自分の人生は自分で開いてないですよ。私たちって名前も知らないどこかの誰かのお世話になりながら生きてるんです。そこに気づくことができた人がおそらく幸せの人生の扉を開いた人なのかなってたまちゃん思うんです。おそらくね。でもそれが、いやいや自分の人生は自分で切り開くのさってね、俺の人生誰にも文句言わせねえって、
俺の人生は俺の勝手じゃみたいなことを言ってる人は、幸せの扉があることにも気づかずにそのままね人生進んでいくのかなっていう気がします。たまちゃんはね、なんつったらいいんでしょうか、どこから話せばいいのかわからないのでめっちゃはしょりますけど、幸せに生きていくためのまあ何ですか、その研究って言ったらおこがましいですね、どうすれば幸せな人生にたどり着けるのかなっていうのをね人一倍求めたんですわ。で人一倍求めた結果、はっきり分かったことがあってね、それは、ある力を身につける必要があったんです。ある力を身につけさえすれば誰でも幸せになれる、それ知りたいですよね、おんちゃん知りたいですよね、それが答えですよね、教えませんけどいやいや皆さんもう知ってますから、だってですよ、いいですか、幸せの扉を開くために絶対欠かせない力は、それは感謝する力ですよ、それがなかったなら幸せには絶対たどり着けません。でも私たちは普段感謝することなんか忘れてませんか、ですよね。まあこの中に子育て中の方がいらっしゃるかもしれない、もう子育て終わられた方がいらっしゃるかもしれないね、もしくは自分が育ててもらってる人がいるかもしれませんけど、まあ自分の家族に今命があるっていうことに、それが当たり前で何らね、不思議な気も起こらないし感謝の気持ちも起こらない人って結構いませんか、ですよね。もうそんなこと言ってる、偉そうに言ってるタマちゃんもそうですよ、ね、自分の家族の命があることに疑問なんか思ったことないですよ、疑問に思ったことすらないですよ、当たり前だとすら思ったことがない、考えたこともないです、そんなのね。私の、家族、妹が一人いるんです、まあ二人兄弟です、まあ、私が兄で、当然ね妹がいる、その妹が私より随分先に結婚しました。まあ私43で結婚したんです、随分遅い結婚です、はい、で妹はもっとずっと若くに結婚しましたんでね、もう今そうですね、大学生の娘がいますけど、2人子供が、授かったんです、妹がね、で1人が女の子で1人が男の子です、まあお姉ちゃんと弟なんですよね。でもその弟が、若くして、命をなくしてしまったんです。7歳でしたね、7歳で命をなくしてしまいました。まあ人生って不思議ですよね。その私はその実家を離れて遠くにいましたので、その状況はよくわからなかったんですけど、ちょうど冬ぐらいにね、その男の子がお腹が痛いお腹が痛いって言ってた時期があったんだそうですわ。でもお腹が痛いっつって、あ治ったお腹が痛い治ったって言ってたんで、みんなね、特に気にも留めなくてそのまましてたらしいですね。病院に行った方がいいのかなって思ってたら、治った治ったって、男の子が息子が言うもんですからね。ところが気づいた時には手遅れだったんですよ。腸閉塞だったんです。で腸閉塞からの合併症でね、もう体が風船のように膨れ上がりました。でそこから意識はもう戻ることはなかったです。3年間集中治療室にその息子はいたんです。その3年間ね、妹は1日も欠かすことなくそこに行きました。ずっと仕事が終わってどんなに遅くなっても必ずその大学病院の集中治療室に行って息子と今日会ったお話をして、でも息子に何の反応もなくてね、そんな生活を3年間過ごして、ついにそのね、まあ私から言えば甥っ子が手に召される時がやってきて、私は葬儀の時にまた再会するんですけれどもね、もう本当にまあ可愛い子でしたわね、もう本当に可愛い子だったのに、なんでこんなことになってしまったんやろうなって呆然としている中で、妹がね、告別式の、その、まあ、来てくれた方に挨拶をしてたんですけど、まだ覚えてますわ。私の家に天使が来ましたって、こんなに素敵な子供がなぜ私たちを選んで来てくれたんだろうって、こんな天使がなぜ私たちのもとにやってきてくれたんだろうって、人生ってなんて幸せなんだって
思いながらずっと過ごしてきましたって。だけれどもね、あの時なんで私は気づいてあげられなかったんだろうって、あの時気づいてあげられなくて本当にごめんなさいってね、あなたが意識がなくなって集中治療室で3年間たくさんの、ね、チューブにつながれている中、私のわがままでずっとこの世に引き止めてごめんねってね、3年間辛い思いさせてごめんねって、やっとあなたは自由になってお空にね帰っていった、今あなたはねお空の上で私たちを笑顔で見守ってくれてることと思いますって、その息子の名前、広い夢って書いてひろむって言うんですわね、今お空のように広い夢を持ってね世界に羽ばたいてほしいっていう願いを込めてその息子の名前をつけて、その息子が8歳の誕生日を迎える前にお空に帰っていった、その話をねその妹が泣きながらこう来てくれた人たちに挨拶をしてくれてるのを聞いた時にね、世の中に当たり前のことなんて何一つないんだなって思いました。で、妹は今何をやってるのかって言ったら、またそれがご縁でしょうね。それから自分の息子と同じような境遇の子、まあ、障害を抱えている子、あるいはそのね動けない子たちのサポートを、するために資格を取って今そういう専門の施設で働いてます。たまにねいろんなところに講演会にも出かけたりする、だから兄弟でなんか似たようなことやってんなと思うんですけどね、まあ不思議だ、まあ向こうはまともな話でこっちはちょっと頭のおかしい話ですけどね、当たり前だと思ってそんな考えたこともなかったことが突然自分の身に降りかかってくると、いやいや考えさせられることってありますよ。私の場合は今年の5月でした。私の父が5月の連休中に亡くなったんです、ね、それが何かの病気とかね、もしくはそのね、もういい年だからもう大往生だったらそれは話は ね何も続かないんですけど、事故です。事故で突然亡くなったんです。私ねそれ聞いた時にね全く信じることができなかったですね。何言ってんのって思いましたね。妹と母から電話が来た時に、え、何言ってんのかなこの人らと思ったですよね。でもその、まあ、私が、実家に、まあ、実家にっていうか病院に行った時にはもう父の命はなかったんです。でなんかね棺の中に父が入ってるのを見るのをね、なんつったら本当になんか不思議な感じでしたね。信じられなかったんですけど、また私母の顔を見た瞬間にねもう涙が止まらなかったですけど、なんか不思議な感じがしましたわ。自分の父がある日突然命が、亡くなって変わり果てた姿で目の前で再会する、人生に当たり前なんて何一つないんだよって私に教えてくれたような気がしました。今でも不思議なもんですよ、父が亡くなってもうそうですね5月に父が亡くなったんでもう50日祭は終わってね、今過ごしてるんですけど、前よりずっと父が近くにいるような気がしてならんのですわ。なんかいつもねこう笑顔で見守ってくれてるような気がして、なんかいつもそんな、お空の父と、話をしてるような気がします。私父が亡くなって初めてねご先祖様っていう思いをこうなんつったらいいかな、噛みしめることができたんですよね。それまで私とそのご先祖様がなんか頭ではつながってるっていうのは分かってるんですけど、全然なんかイメージとして湧かなかったんですよね。ところが、父をこう父の骨をお墓に納めに行ってねお墓参りした時に、ご先祖様のおかげで今の自分があるんだっちゅうのがね素直に自分の心の中に入って腑に落ちたんですよ。皆さんが今ここに命があるのは皆さんのおかげじゃないんですよね、皆さんの、お父さんお母さん、いやその前のお父さんお母さん、ずっとそのお母さんお父さんお母さんお父さんお母さんが命をつないで今ここに皆さんがいる。でもその私その時お墓で思ったことがありましてね、
ご先祖様が自分に伝えたいメッセージって何なんやろうなって思った時があったんです。皆さんはどうですか？皆さんのご先祖様が皆さんにどうしても伝えたいメッセージがあるとしたなら、どんなメッセージかな。私それをね、父が亡くなって初めて、考えさせられました。私たちって今はね、結構自分のやりたいことをやって自由気ままに暮らしてませんか。ですよね。だって皆さんこう見てるとね、今にも死にそうな人なんて一人もいないじゃないですか。ですよね。ほんで、なんちゅうの？もう着るものもなくて食べるものもなくてもう生きるのがやっととかいう人もなんかいなさそうですよね、どっちかといったら食べ過ぎかみたいなお前が言うなみたいな話ですけど、でも私たちのご先祖様ってほとんどずっとそんな生活を過ごしてきたんですよね。私たちは今ね、ほとんど不自由することなく暮らしている。でも私たちのご先祖様が私たちと同じ生活をしてたかというと決してそうではない。むしろ生きるか死ぬかの瀬戸際で命のバトンをつないでたんじゃないでしょうかね。たくさんの飢饉があって、たくさんの、ね、自然災害があって、たくさんの争いがあって、その中を必死に命をつないで私たちにバトンを渡してくれたんじゃないですかね。ですよね。たくさんの飢饉があって、たくさんの自然災害があって、たくさんの方が亡くなられています。その中で私たちのご先祖様はほとんど奇跡的に生き延びて、そして私たちにバトンを渡してくれている。そのご先祖様たちが私たちに伝えたい、どうしても伝えたいたった一つの思いって、私も間違いなくこれだと思いますよね。生きろ。それがね、私父をお墓に、父の骨をお墓に入れた時に、なんかこうそのお墓から言われたような気がしたんですよね。今ここにいることがどれだけたくさんのご先祖様を笑顔にしてるのかなって思った時に、初めて自分の命は自分だけのものではなかったっていうことに気づいたんですよ。それまでね、自分の命は自分のものやと思ってたからね、自分の人生も自分のものやと思ってました。だから自分の人生自分の好き勝手にさせてくれよとか言ってましたよね。俺の人生俺が切り開くんじゃって言ってましたよね。そうじゃなかったんだなって思います。何一つ自分は自分で切り開いているようでいて、ね、たくさんの人から、ご先祖様からも名前も知らない誰かからもたくさんの支えや応援をいただいて今ここに生きてるんだっていうのが素直に染みてきた。それがひょっとしたら父が伝えたかったメッセージじゃなかったんかなって思えるんですよ。自分が若い頃に、なんで自分だけこんなに不幸なんだろう、なんで他の連中はあんなに笑顔なのに自分のところには笑顔になるような出来事は一個もやってこないんだろうって、なんて世の中で不幸なんだろうって思ってました。皆さんにもそんな経験がおありかどうか分かりませんけどね。でも不思議なもんですよね。その時に抱いた不幸、苦しみや悲しみや理不尽な思いや、誰からも理解してもらえない、そういった、ドロドロした自分の感情全てが今の自分の人生の役に立ってるんですよね。私が皆さんの前に立ってお話をしてるのはそういうことです。私がもしね、生まれた時から幸せであなたね、何を不自由なく成長してみんなからチヤホヤされて可愛がられて先生からお前の将来間違いねえよとか言われてたならね、絶対合わない皆さんと、こんなとこにいるはずがないですよね。世界ってうまくできてるなって思います。必ず2つの価値が用意されている。愛対する2つの価値が必ず用意されているんです。全てです。世の中に単一の価値っていうのはないんですよ。それは磁石に単一の極がないっていうのと同じです。磁石って
S 極と N 極ってあるじゃないですか。だから科学者は何とかして N 極だけの物質を作りたかったんですよ。何とかして S 極だけを作りたかったんですよ。そしたらもう可能性無限大じゃないですか。ところがいくらやってもできないんです。いくら磁石を気合い入れてあちょーってやっても必ずパコって2つに分かれたら、分かれたものが N 極 S 極、 N 極 S 極になっとるんですよ。いくら切っても N 極 S 極、 N 極 S 極って再現なく続くんですよ。 N 極だけを取り出すこと、 S 極だけを取り出すことは不可能なんです。これをね、科学でモノポール問題って言うんですけど、覚える必要ないですよ。世の中ってそういう風にできてんのかなってたまちゃん思うんですよ。必ず2つの価値がセットになってる。そしてその2つのセットになってる、価値を体験しなかったら本当にこの、価値の意味がわからない。皆さんがもし、いやここにはいないと思いますが、皆さんの周りにいそうです。幸せになりたい、幸せになりたいとか言ってる人いませんか。なんかそんなんありましたよ、昔。早く人間になりたいみたいなのがありました。早く幸せになりたいみたいな、なんか妖怪人間ベムみたいなのいませんかね。えでも皆さんが、もしくは私が、幸せっていう価値に気づくためにはどうしてもその反対の価値を経験する必要がある。その反対の価値が不幸せっていう価値なんですよね。生まれた時から幸せで何不自由なく暮らしてるお姫様がいて、そのお姫様にインタビューしてごらんなさいよ、あなた今幸せですかって。お姫様からこういう答えが返ってきます。何が幸せか分かりません私って。ですよね。私たちが四季の移ろいを感じることができるのはなぜですかね。もし皆さんが赤道に生まれたなら、ほぼ一年中夏ですよ、間違いなく。ということは冬っていう言葉が理解できないですね。できないですよね。もし皆さんが、まあ、南極に生まれたとしたなら、まあ生きてないと思いますけど、まあ、南極で過ごせたとしたならね、この世は氷で覆われてるとしか思えないですよね。年から年中氷ですから。でね、1年の半分、夜で、1年の半分昼ですから、極端ですからね。でも私たちが四季の移ろいを感じるのはその区切りがはっきりしてるからですよね。私たちが幸せだなって実感できるのは今までの人生で不幸せな出来事を経験したからですよね。私それに気づいた時にね、人生が随分楽になったんですわ。それまでね、私人生のリセットボタンっていうのをめっちゃ探してました。もうどうにかしてあの時の思い出をリセットしたいと思ってたんですよね。なんであの時あんなことをやってしまったんやろ、なんであの時あれをせんかったんやろ、もう一回戻りたいって、こうリセットボタンを押してもう一回いたんなら今度絶対間違えねえからってね、人生のリセットボタンどっかにねえかな、どっかにねえかなって思いながらね、ずっとそのあてもない、リセットボタン探しの旅をやってたんですけど、今ならねはっきり分かります。リセットボタン押さなくてよかったなと思いますわ。ですよね。同じことの繰り返しですよ。幸せだけを追い求めて生きてきたって幸せの扉なんか見つけることもできないですよ。ですよね。自分が不幸事を経験しなかったら幸せの扉なんか見つけることもできないですよ。皆さんがもしね幸せになりたいって思ってるんですかね、ここの人らはね。もう幸せだっていう人が半分ぐらいいるんでね、まあ私の話がどう響くか分かりませんけれども、もし幸せになりたいっていう人が目の前に現れたとしたならね、皆さんの人生を語ってあげてくださいよ。自分って、こんな辛いことがあって、こんな悲しいことがあってって。でもその辛いことや悲しいことを笑顔で話すことができるって、それだけで素敵やと思いませんかね。ですよね。私たくさんの人におかげさまで出会わせていただきました。もう全国そうですね、数十万人の人と会ってると思います。その中には幸せそうに生きてる人も結構いるんです。
でね、私気になるんで、幸せそうに生きてる人片っ端からインタビューしてったんですよ、ね、コツありますかってどんな人生だったんですかって聞いてもらったんです。もう中にはそれを CD にして配ったりしてた時期もありましたけど、共通点みんな同じでした。みんな想像もできないような辛い目に遭ってました。みんなね、もう自分の命ここで絶とうって、何度も思った、そんな経験をね、くぐり抜けてきてた人たちばっかりだったんですよ。そんなね、とんでもない苦しみや悲しみを抱えている人がとんでもない笑顔で私に接してくれるんですよ。見たことないこのあったかい顔、どんな笑顔なんやこの人って、さぞか幸せそうな人生を歩んできたに違いないって思ったら、その真逆やったですよね。たくさんの不幸事を経験したからあったかい笑顔にたどり着くことができた、皆さんチャンスですよ。私の目の前にやってくる人は、私こう思ってるんですよね。人生に、前半の部っていうのと後半の部っていうのがあります。昔は人生40年だったんですよ。だから前半の部しかなかったんです、長く。ところが今なんと嬉しいことに後半の部っていうのができたんですよ。そして人生80年になったんですよね。前半の部後半の部って2回経験できるんですよ今、山を。そしてなんと皆さんは不思議なことにですよ、前半の部で例外なく不幸事を背負っておいてですね、でしょですよね。今まで前半の部で幸せだった人に私一人も出会ったことがないんです。みんな前半の部で不幸事を背負ってる人たちばっかりなんです。だから私ね、自信を持って笑顔で言えますわ、後半の部やべっすよっつってやばいっすよね後半の部。だって前半であなた苦労背負ってるんですよ。ほんならもう幸せの扉なんて見えてるじゃないですか。もうあなたの後半の山全部幸せの山ですから。だってね、感謝に気づく旅ですよ。だから皆さんに幸せについて語ってくれって主催者が言ったんですけど、語る必要なかったんですよ。今からの人生皆さんね、幸せの山しか待ってませんから、本当です。そして皆さんの目の前に来ますよ、前半の人が、はい、不幸ごと背負った人が来るんですよ。来るんです、皆さんのところに。まるでかつての自分かっちゅう人が来るんですよ。なんか昔こんなやったな自分はっちゅう人が来ます、これ間違いない。でもその時に皆さんどんな声かけしますか。それはね、違う人じゃない、もうあなた自身です。昔のあなたが姿形変えてもう目の前に来とんですわ。その時に声かけてあげてください。なんて声かけましょうかね。その間違っても苦労は身になるよとか言っちゃダメですよ、ね、そんなこと求めてません、過去の自分は。ですよね。皆さんがもし過去の自分に声をかけるとしたならどんな声かけしてあげますか。私だったらこう言います。あの時踏ん張ってくれてありがとうって。それが皆さんの目の前に来た人にかけてあげられる一番の言葉じゃないですか、ね、あなた今までよく頑張ってきてくれ てありがとうって。自分の目の前に来る人って他人じゃないんですよ、本当です。だから皆さんが目の前に見てるこの変態な親父はたまちゃんじゃないんですよ、わかりますかね。皆さん自身なんです、これわかります。ここから宗教みたいになりますけどいいですかね。私の人生はもともとね、学校の教員になりたくて教員になったわけで、でもそれ私元ヤンですからね、なんで元ヤンが教員になるのかって言ったら素敵な先生に出会ったからであって、その先生になりたいと思ったんですよね。でもやればやるほどその先生から離れていくような気がしましてね、やればやるほど自分って結構無茶なことを思い立ったなって、あんな素敵な人になれるはずがねえのに、ようそんな若気の至りでそんなこと思ったなっつってね、まあそれで苦しんだ時代もあったんですけど、時を経てね、今、計らずもたくさんの人に出会わせてもらってこんなお話をして、今度は皆さんが
幸せって何やろうなっていうのを周りの人に広げてもらえたらなって思うんです。皆さんがどれだけたくさんの、ものや、人や命や、ね、自然に支えられて生きているのか、それが腑に落ちた時にね、多分皆さんの、人生後半の山が光り輝いてくるんじゃねえかなと思います。ということでね、なんか幸せについて語れって言ったらなんか不思議な回になったんですけど、いいですかね。なんかとてもいい、なんかたまちゃんの普段の講演会ではないような気がしてね、俺何喋ってんのやろとか思いながら途中で、まあでもこんな回もあっていいのかなと思いますしね。皆さん自身の幸せを誰かに押し付けないでください。はい、これが幸せよっていうレールを誰かに引かないでください。幸せは人によって違います。それは身内も一緒ですよ。自分のお子さんも自分のパートナーも自分の親も同じですよ。誰一人同じレールを走ってませんから、人ってね、みんな違うレールを走って、それが一番の幸せじゃねえかなって思いますね。ということで、この後質問コーナーがあるんですかね。この話を聞いた後何の質問しろっちゅう、なんかよくわかんねえなみたいなね。あのタマちゃん普段はこんな話しないんですよ、すいませんけどね。あの全然違う話してますけど、まあ今日もこんな話もいいかなと、はい、ということでね、なんかタマちゃん幸せについて結局何が言いたかったのかわからんかったんで、もう一回教えてくれっていう質問でも全然いいですから、はい、何でもしてくださいということでね、取り留めのない話でしたけど、1時間付き合っていただいてありがとうございました。以上で話を終わらせていただきます。